ルドビーコ・ゴンザーガ・ネベルスは、イタリアのマントバ公爵語るゴンザーガ家の公子で、フランスのヌベール公爵及びルテル公爵。ヌベール公爵としてはルイ4世、とゴンザーグと呼ばれる。マントバ公及び、モンフェラート公フェデリーコ2世とその妻で、モンフェラート公、グリールも9世の娘であるマルゲリータ・パレオロガの間の三男として、マントバで生まれた。1549年。 母方の祖母で、バロア・ーランソン家の女子相続人であった、アンヌ・ダ・ランソンの遺産の相続人として、わずか10歳で、パリ宮廷の一員となった。1565年3月4日、ヌベール公を及びルテルハク・フランソンは一世の長女で、相続人であるアンリエットと結婚した。ギーズ公アンリ一世の妻カトリーヌとクレーブは、アンリエットの妹だったため、アンリ一世とは、義兄弟,弟であった。 ルドビーコは1572年のサンバルテルミの虐殺を指導した旧帝人の一人と考えられている。1595年、ピカルディ地方のネスルで死去した。妻アンリエットとの間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。